様です。文教堂ファンです。今回は超6月号の本誌と付録の紹介になります。はい、今回ですね、まあリボンと仲良しが、まあ、バックだったので、チャオももしかしたらバックで来るのかなと思ったらバックじゃありませんでした。はい、で付録チャオ、あ、知ってました？チャオって、そうですね、日本で一番売れてる月刊誌なんですよ。ええ、はい。じゃーん。これでーす。スマートフォンでーす。動きません。12時12分で。そうですね。あれ？いくらやっても動きませんので。ええ、で、これがどうなるかと言いますと、パカッと、お、中に、そうですね、こういった、なんだこれ、そうですね、メモ帳ですね、失礼しました。メモ帳と、そうですね、これもメモ帳ですね。はい。で、これがペンになります。こういう感じになります。これ、かわいいですね、このペンね。で、このペンで、まあ、いろいろ書くような感じになりますね。しかも、これですね。これ、白なんですよ。じゃあ、どうやって書くといい、書くかと言いますと、これ、ここに書きまして、そうですね。ライトをつけると、なんか、浮かび上がるみたいですね。なんかの暗号を書いたりしてね、面白いですね。はい。で、普段はこういう感じで蓋を閉めて、そうですね、中にこう秘密のメモを書いてこうしまっとくみたいなね。普段置いとくとき、こうなんだスマートフォンかってしか思われないっていう、なんてね、はい、そういう感じになります。はい、よろしくお願いします。